ジャニー喜多川氏、享年87の加害問題をめぐり、東山紀之、57に代わって新しく設立されるエージェント会社の社長に就任すると報じられている福田敦氏、58が旧ジャニーズ事務所の社員集会に出席し、挨拶していたと複数のメディアが報じた。福田氏は、女優のヌン、本名吉俊玲奈、30がエージェント契約を結んでいるコンサルティング会社。スピーディーの代表取締役を務め、ハリウッド式のエージェント契約を推進してきた人物。そんな福田氏は11月9日、事務所内の一室に集まった社員を前に15分ほどスピーチ。副社長となる井ノ原快彦、47、が同席した。就任の挨拶や抱負などを述べた後、信じてついてこい、頑張ろうなどの力強い言葉を連発。この事務所にはまだまだ可能性があると語りかけて、社員の士気を高めたとされる。そんな中で、一部で、旧ジャニーズ新会社の社名が、ハレノート株式会社になるのではないかと話題になっていますね。芸能プロ関係者、新会社名、ハレノート、ポストに、もうさジャニーズに戻そう、世の声、ある X、ツイッター、アカウントが11月13日に、11月13日、旧ジャニーズ事務所と同住所に会社設立、新会社名称は、ハレノート株式会社で決定かとポスト。これを受け、ハレノート、もうジャニーズ以外、しっくりくることないよね。もしハレノートが新会社の名前だったとしても、エージェント契約なんだから今までみたいにいちいち会社名言わないんじゃない？ハレノート株式会社。ダサい。もうさジャニーズに戻そうよ。といったコメントが寄せられた。ハレノート株式会社で決定かとポストしたアカウントも、誤報だと認めましたが、ハレノートは新会社の社名ではありません。というのも、同社はスノーマンの佐久間大介さん、31、が立ち上げた個人事務所なんです。ハレノートの本店住所は東京赤坂の旧ジャニーズ事務所と同じ。だから新たにできるエージェント会社なのではと勘違いする人もいたのでしょうね。前室の芸能プロ関係者、スノーマンが独立しない。株式会社ハレノートの会社登記には、代表取締役には佐久間の名前があり、設立は今年11月7日。資本金は500万円。発行済み株式の総数は100株。目的欄には、マネジメント業務、前後に付帯する一切の事業という記載があるという、旧ジャニーズ事務所と同じ住所に個人事務所を、このタイミングで設立したことからも伺いますが、佐久間さん、そしてスノーマンは独立することなく新会社とエージェント契約を結んで活動するということを示していると言えます。嵐の二宮和也さん、40、や生田斗真さん、39、など、タレントの独立が相次いでいますが、飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍するスノーマンは旧ジャニーズ事務所に残るということですね。前室の芸能プロ関係者、滝沢秀明氏、41、が育成とプロデュースを手掛け、滝沢歌舞伎や、滝沢歌舞伎ゼロにも出演していたスノーマン。一部では、飛べに移籍する可能性もあるとされてきたが、旧ジャニーズ事務所に残って活動を続けるようだ。目黒ハスは、ブログで、絶対大丈夫だから、信じて笑顔で応援してと呼びかけ、メンバーの目黒ハス、26、トラウル、20、は9月18日、同じタイミングで会員制ブログを更新。二人とも事務所内の体制が変わりつつあり、仕事のオファーがあると、まず相談の上、選択権は自分たちにもらえるようになったと明かしていた。さらに目黒はファンに向けて、絶対大丈夫だから、信じて笑顔で応援してと呼びかけてもいた。大晦日の NHK 紅白歌合戦に旧ジャニーズ事務所に所属するアーティストの出場はゼロとなりました。しかし、11月12日、スノーマンは公式 YouTube チャンネルで無料制配信ライブを開催すると発表。そして彼らが残留を決意した要因の一つは、グループの冠番組、それスノーマンにやらせてください。TBS 系をとても大事にしていて、今後も続けていきたいからだと言われています。独立や飛べに移籍してしまうと、さすがに契約が絡むところで打ち切りになってしまう可能性が高いですからね。タレントの独立が相次いで揺らぐ旧ジャニーズ事務所ですが、CD やグッズの売り上げでもトップクラスで、ライブの動員も凄まじい、スノーマンが残る決意をしてくれたというのは本当にありがたいことでしょうね。前室の芸能プロ関係者、東山が社長就任を辞退するなど、始まる前から多難の新会社だが、
スノーマンが苦境を救うことになりそうだ。画像、オーラダダ漏れてる。ラウールはラスタスタイル、スノーマン9人の、イケメンすぎるバレバレ変装姿。紅白に旧ジャニーズ事務所所属のアーティストが出場しないのは44年ぶり。そんな中、大晦日にスノーマンが無料制配信ライブを開催することを受け、あっぱれ、スノーマン。スノーマン紅白出ないの確定してちょい落ち込んだけど、数日前から告知で大晦日は YouTube で無料制配信ライブやるって分かってたから心の準備できててよかった。ごできアイドル過ぎたと歓喜の声が上がっている。